マリンズサイドがね、まあ近場近ではないんですが、一番走れる選手であるのは間違いありませんので、はい、そういった作戦に出る可能性もありますよね。9回2アウトです。ライオンズは勝利まであとアウト1つ。走っていきました。9回2アウトから走ってきた、盗塁を決めた、そして送球それてる間に荻野は3塁を回る、3塁を回った、ホームへ帰ってくる、まさかの同点劇。荻野が足で掴み取った同点のホームイン。まさかというしかないですよね。プレーというのが野球には起こりうるんですね。そうですね。だから、まあ、野球という種目は魅力があるんでしょうね。9回2アウトからの荻野の盗塁。9回2アウトから思い切ってスタートを切った荻野、そしてこの送球がランナーに当たりました。ここで佐渡子さん回してますね。三塁回って一気にホームイン。ものすごいスピードですよね。あとはね、キャッチャーの住谷星の送球が、ファーストキャンバスよりですね、一塁側の方に、それましたので、ショートの鬼崎選手が取れないような状況にはなりましたよね。